るから、どうしたのかなと思って。
の話題になるんだから。え、そう?あれは、まあ、しのぶくん、あの頃は、何を話したらいいかわからなかったんだよ。ばっかりよね。たまには
しのぶちゃんが手伝ってあげれば？自分ができるなら最初からやってるわよ。しのぶちゃんがメルちゃんのお料理手伝うって話。うきゅー、それは助かりますね。うきゅー、それもそうですよね。ご飯は私が居候させていただいてるお礼なわけですから、いいですよ。あ、そういえばちょっと思ったんですけど、私のエナジーも混じってるんですよね。それじゃあ私も夢を見れるんでしょうかね。とことん起きないですね。うにゃー。そうですね。お花をつまむというのはどうですかね。うな？おきゅー。あらひろ。
けですし、頑張りましょうよ。
った？ハンカチ？そんなのどうせ使わないからいいよ。え、でも、おトイレとか行ったら手を洗わないと。男はなくても平気なんだよ。な、しのぶ。やっぱり普通の人はそうだよね。しのぶ、裏切るなよ。別に拭かなくても手を振ればいいじゃん。したって誰も聞かねえよな。今日は掃除さえ終われば帰れるんだから文句言わないの。わあ！
分かったよ。それじゃ今のうちに済ませちゃいましょう。この方がリンらしいよね。そうよ、滝沢なんかやっつけ